今週はレナーの攻略ポイントから参ります。レナーは可愛いって言っとけばいいんじゃないの。いやいや、そんな簡単じゃないです。私そんな簡単じゃないですよ。今日もでも可愛いね。知ってます。ちょっと知ってます。塾長、はい、お願いします。レナさんはもうチョコだけで大丈夫です。一番ちょろいです。チョコか、一番ちょろい、はい、そっか、チョコで。新商品とかちょっと珍しいものに食いついてるイメージがあって、うん、なんか差し入れでチョコとかプレゼントしてみたりしたら、なるほど、すごい肩距離が縮まると思います。新しく出たチョコレートなんですけど食べましたなんつって、うん、で食べてないって言ったらね、あ、買ってきたんでよかったらなんて言ったら、もうそれで、はい、もうそれで OK。 はい、OK です。おお、ちょろいね。ちょろいです。ちょろいね。ちょろいね。チョコ買っとけよ。あとね、レナさんはあの本番前にいつもバタバタしてて、なんか、あ、時間がない、時間がないってバタバタ言ってる、言ってる。本番まであと何分だって、ちょっと定期的にリマインドとかしてないから。優しい、それ。そうするとなんかすごいなんか便利な子と思って、なんか楽屋とかに近くに座ってくれるようになるかもしれません。注意点とかなんかある？本人結構ボソボソいつも独り言を言ってて、たまになんか返事しちゃいそうになるんですけど、ああ、本当に基本独り言なので反応なくて大丈夫です。本当に多い、本当にめちゃくちゃ多い。さあ、そんなとこですかね、塾長。でも結構簡単なので本当にチョコだけで大丈夫。ベースチョコでいいですね。ベースチョコで、チョコか、アポロでいいんじゃない、はい、アポロでいいんじゃない、うん、それでは全員アポロとりあえず買っとこう。そうで、カバンに入れといて、うん、あれが来たなと思ったらバーって、うん、チョコで攻略できるというレナーにも3期生からの質問に答えてもらいます。小島、はい、うん、なんでそんなにナチュラルボーンキュートなんですか。レナーごっこみたいなのしてたりとかしてて、ね、そう、ずっと可愛いなって思ってて、入る？え、何ですか？入る？レナーごっこ。でもね、それに責任がいて、山下しずきが、意外なの？あ、そうなの？いや、あの、多分守屋さんをすごい崇拝というか、まあ、推し面で、でもこの子も本当に生まれつきあざとくて、もう私たちの中では本当にモノマネするぐらいしずきです。言えるレナーごっこ。レナーからちょっと導いてあげて。え、レナー？あ、かわいいレナー。今日もすっごいかわいいね。一人で滑らされるみたいな。めっちゃ恥ずかしいです。いつも何人かいるからね、いつも。恥ずかしかった。恥ずかしかったね。